やどもダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト8、空飛ぶ水戸大地と呪われし姫君、実況プレイ始めていきたいと思います。よし、じゃあ行こうか。なんか使えるものは特にないから。で、スクルト、君はスクルト使えるからさ、一旦こう行こうか。フバーハじゃなくて、フバーハって使った方がいいのかな。あるっけ。ピオリム、ピオリム、ピオリムはガンガン使っていきましょう。うん、ナイス。ヤンガスがスクルト使えるのはだいぶでかいよね。オッケーオッケー。まずね、一旦体勢を整えて行こうか。おたけびなぁ。おぉ、56も、56も効きますか。じゃあスクルト、フバハいるか。でマジックバリアを使っておこう。マヤドとか確か使ってくるはずだから。で守備力完璧。まあでもさ、多分凍てつく波動も使ってくるはずなんだよね、きっと。いや、神 BGM だね。45、 OKOK。 主人公とヤンガスに攻撃が集まるのは全然ありなんですよ。で溜める。え、腰抜かした今ちゃんと。大丈夫だよな。で、君もじゃあちょっと溜めておこうか。で、バイキルト、一旦ダルに使っておきましょうか。さーて、うん。で、凍てつく波動来たらめんどくさいけどね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、全然いいよ。それくらいならまだ全然ありなのよ。で、サミダレ好き、貯める。ディバインスペル使おうか。あれ？これってさ、特技？違うよな。覚えてないのか？覚えてないのか？そっか、それじゃあまあ、しゃあないわな。じゃあ、ダルで、呪文バイキルト、ヤンガス。うん、1034。強いね、君。で、多分、貯めるが多分次20でしょう。で、一旦ここで、カブト割り使っていこう。あー、強え。うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫。全然大丈夫。で、君一回貯める。で、カブト割り、守備力落としていきましょう。で、ベホマラ、使う意味あるか？ベホ意味だな。ゼシカに一回ベホ意味。で、総流打ち覚えてるよな。オッケーオッケー。じゃあ一回貯めようか。で、ガンガンククールに、回復薬に回ってもらって、で最悪ヤンガスもスクルト使えるから。うーん、落ちんか。やっぱフバハいるよな。凍てつく波動使うか。じゃあちょっとヤンガスにもスクルト手伝ってもらいましょう。で、君はベホマラ、ピオリムだね。先行取りたいのよ、どうしても。やっぱり回復順的にはね。で、ククールに先行来てもらって、ガンガン回復入れていきます。わーお、いいよ。この2人にさ、フォーカス来るのは全然ありです。で、守備力上がっていく。で、君、カブト割りガンガン進めていこうか。で、もう一発スクルト打って。で、ゼシカ、ちょっとフバハ使っていくか。
いや、待って。どっちかな。一回フバハでいいか。フバハか。テンション20作ると、で、これで一旦防御面は大丈夫。そうだよな。激しい炎使ってくるよな。守備力落ちんか？いや、強っ。強えな。強えよ。ちょっとね、ククールの MP が心配だけど。マジックバリア。OK。で、今、テンションが50に上がりましたと。いや、なんかやっぱ一筋縄じゃさ、いかんよなぁ、ドルマゲツは。お、下がるじゃん。下げてこ、下げてこ。よかった、フバハかけといて。フバハかけといて。あー、マジか。今やめてほしかったなぁ。ちょっともうこれの我慢比べだよね。スクルトは2段階で上げておきたい。絶対。じゃないと落ちちゃう、ゼシカが。やっぱスクルトさ、ヤンガス使えるようにしといた方がいいっすよ。1ターン目でさ、このスクルトのターンが終わるからね。今1300くらい与えてるんだよな。マジックバリア使ってないから。うわー、数えぐいな。うん。で、君は、ちょっともうガンガンカウント割りしていこう。で、守備力面は OK と。あと、マジックバリア、あれか、ピオリム使っていこうか。今、フバハ使って、マジックバリアまだ使ってないでしょ。いやー、MP 大丈夫かな？俺の MP 管理ちょっと下手かな？でも、イケツが波動連発されたらな、マジで。元も子もないんだよな。うん、落ちんよな。いや、マヤードが強すぎるのよ。もう一旦耐えれるかな。オッケーオッケー、そっち行ってくれるのありがたい。溜める、溜める。デホマラーはいい。ちょっとじゃあ、君も溜めていこうか。空いてると。いや、ヤンガスだったかな。いや、次のターン攻撃できるから、まあいいのか。オッケーオッケー。落ちろ。落ちんかー。ヤンガスに行くのは全然。うわ、結局一回も攻撃できなかったじゃん。ちょっと待てよ。サミダレ好き、カブト割り、デホマラー、バイキルとヤンガス。で、これでテンション上げてるから鬼のように回復するでしょ。そう、こういうことなんですよ。テンション上げとくべきなのは。いや、落ちてくんねえかな。866、おっしゃ。いや、意外と有用だったかな？意外といけました。よかったよかった。いや、一発で倒せてよかったよ、本当に。よかった。勇気上げていこうか。格闘上げていきます。1万5000ポイントはでかいよね。弓だな。オッケー、お疲れ様でした。まだ足りぬ、こんなところで口当てるわけには。うわー。
でドルマゲスが消滅していくと。よっしゃー、オッケーオッケー。3000くらいだったかな。でもまあ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 意外と余裕で倒せたのかな。呪いが解けて喜んでいるでしょう。さて、俺はこれで修道院の仇が打てたわけだし、晴れて自由の身ってことだな。なんで浮かない顔して。まあそうだよね。戻ってないんですよ。なんとね、呪いが解けたはずじゃ。何言っとんじゃ。お前は冗談は顔だけにしといてくれんか。冗談じゃなくて、俺たちはドルマゲスを倒したんだ。奴が死ねばあんたや姫様の呪いも解けるって。奴を倒しただとバカな。ならばわしの呪いがなぜ解けん。秘宝の杖を盗み出し、それを振り回したせいで。そうじゃ、杖じゃ。杖はどうなった。杖ってこれのことかな。その杖、その杖。でもさ、ゼシカさん、それをさ、手に取って大丈夫なんですか、デシカさん。ミーティアね、外で、かわいそうに。みんなようやってくれたわい。が、今後のことを考えると頭が痛いの。まあ、今日ぐらいゆっくり休んでくれ。わしは姫のことが気になるゆえ、馬車で過ごすとするぞい。いいお父さんだね。やった、ドルマゲス倒した。嬉しいわ。おお、なんだ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 。庭園です、兄貴。なにって顔してるよね。ゼシカが、ゼシカがいねえでやんす。朝起きたら見当たらないと。そう、ゼシカさんがいなくなっちゃったんですよ。まあ、なんでかわかりますよね。あの杖を拾っちゃったから。話聞いていきましょう。仲間がいなくなったんだって。それはひょっとして胸の大きい姉ちゃんのことじゃないかい。あの子ならとっくに出て行って。まだ日も昇らないうちに宿を出ようとするから、どこへ行くのって私は聞いてみたんだ。そしたら北へ行くってさ。北って言えば確か関所があったかね。そうなんです、北に行ったわけなんですよ。さて、じゃあジェシカを追いますか。よっしゃ、無事倒せました。ありがとうございました。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。